セパのゴールデングラブガチ予想がこちら。まずセリーグ、ピッチャー巨人菅野、キャッチャー横浜山本、ファースト巨人岡本、セカンド巨人吉川、サード横浜宮崎、ショート広島屋の外野、阪神近本、中日岡林、広島秋山。ガチで考えてみたんやけどどうや。今年の近本は去年よりもだいぶ守備悪かったから多分受賞できないと思う。セカンドはさすがに吉川、これで菊池とか他の選手だったら疑うわ。まあ田中は守備うまかったけど試合数的にないわ。三塁はさすがに坂本やろ。UGR の指標だとダントツ1位だったよ。今年こそ吉川取ってほしいな。本当に今年は影の MVP と言ってもいいくらいの大活躍だったわ。矢野より長岡って言ってる人野球見てないでしょ。 UGR の数字も矢野は源太より上だし、たまにやらかすけど長岡よりは全然上だわ。ファーストは岡本 VS 小山って感じなのか。さすがに岡本だと思うわ。岡林ってそんな試合出てたっけ。怪我の影響で前半戦出てなかったし、ジージーそれでも選ばれるのか。大山ジージー取ったら終わりだわ。秋山があの年で守備めっちゃうまいのほんと感心するわ。打率も上位だし、東賀より全然日本野球に適応できてて、広島派本と取って大正解やったな。近本は確かに守備今年ミス多かったけど、それでもゴールデングラブは取れると思う。他にあんま対抗馬がいない気する。結構この通りになる気がするわ。あながち間違っていないいい線だと思う。野間は守備率セリーグで4位やし、ワンチャンあるかも。丸と金本だったら丸だろう。投手ソフトバンクモイネロ、キャッチャーソフトバンクガイ、ファーストソフトバンク山川、セカンド楽天小深田、ショート西武源太、サードソフトバンク栗原、外野3人ソフトバンク周東、楽天辰巳、日ハム万波。割とガチでこれじゃね。若月も普通にありえそう。外野はまあこの3人だけど、松本もいい守備してるし、候補には入っていると思う。パリーグの外野のレベル高いわ。近藤も守備めっちゃいいし、セカンドってとの先はもうないのかな。ファーストは山川よりも良さそうな選手いそう。それこそ鈴木大地とか。最優秀防御率のピッチャーがベスト9と GG は取っているイメージしかないわ。まあないけど、セカンドの上川端の守備は普通にすごいから、もっと注目してほしい。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。